こんにちは。はい、こんにちは。わあ、すごい、めちゃくちゃいろんな蜂蜜が。まず訪れたのは八女市にあるこちらの蜂蜜専門店。中にはさまざまな種類の蜂蜜がずらーり。うわ、ちょ、見てください、本物の蜂と蜂の巣じゃないですか。山から連れてまいりました。うわ、すごい、もう立派なうちの従業員ですから。あ、そっか、そういうことになりますよね。はい、地元八女市の山で育てられたミツバチ、そんな彼らが作る蜂蜜を使って甘納豆やかりんとうなど、蜂蜜好きにはたまらないおよそ20種類の商品を販売しています。中でもおすすめが。お待たせいたしました。うわ、すごい、蜂の巣がそのまま乗ってる酢蜜ソフトって言います。酢蜜ソフト、たっぷりの蜂蜜が詰まった蜂の巣をそのまま乗せた酢蜜ソフト、お味は。うん、うわ、何これ、うまっ、ねっちりやし、ひとかみで思ってた倍蜂蜜出てきました、口の中で。蜂蜜への注目度とかって上がってきてるんですか。そうですね、免疫力を高めるっていうところもありますし、コロナ禍の中で消費者の方にすごく、認知されてきたのかなということは実感しております。ここ数年健康志向の上昇で注目が集まる蜂蜜、この時期に食べることで意外な効果も期待できるそうで。蜂蜜の成分というのが2種類の糖っていうのが多くあります。すぐにエネルギーを吸収できるブドウ糖と長く持続する果糖。夏になるとですね、食欲なくなりますよね。この2つの組み合わせた蜂蜜っていうのは栄養補給の点、糖質補給の点で理想的な食品と、言えるんですね。また紫外線が夏って気になる季節だと思うんですけれども、シミの元になるメラニンの生成を抑制する可能性っていうのが実は研究されています。なので紫外線対策にももしかしたら蜂蜜がなるかもしれません。またミツバチの飼育についても変化が。蜂ってその田舎などでそういう養蜂をするっていうイメージが強かったと思うんですけども、近代そういう都市部でもですね、そういう養蜂が実はできると。で、それでやってみようっていうことで巣箱を用意して蜂を飼われてる方っていう、そういう、方が増えてきてると私も聞いてまして。ミツバチの飼育について調べたデータによると、届け出を出して飼育している人は年々増加傾向なのです。特に個人で趣味の一環として都市部ではミツバチを育てる人が増えているようなんです。あ、こんにちは。こんにちは。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。福岡市博多区に住む吉田さんです。普段はご自宅の蔵を改装した店舗でイタリアから取り寄せたネクタイやバッグなどを販売していらっしゃいます。そんなご自宅のお庭を案内していただくと。すごい、なんかちょっとした森の中に来たみたいな感じ。どうぞ。蜂が、あ、飛んでますね、いっぱい。お庭の至る所に設置されたミツバチの巣箱、その数はなんと16個。はい、うわめちゃくちゃいるやん。ちょっと待って、しゃがんで上を見るとほら塊があるでしょ。ある、ちょっとなんか山みたいなのが、蜂球って言うんですけど、蜂の玉って言って、はい、そこで生活をしているんです。だいたい、じゃこの巣箱一つにどれぐらい蜂がいるものですか。だいたい1万匹未満だと思います。1万匹もいるんですか。現在15万匹を超えるミツバチのお世話をしている吉田さんです。養蜂を始めたきっかけは意外なものでした。この環境が日本ミツバチの生育に適していると言われたので、静かだっていうことと、神社が近い、はい、あとスズメバチの被害が少ないとかいう環境でいろいろ、進められたんだと思うんです。私は単に蜂蜜が食べたかった。はい、あ、
5年前日本ミツバチの希少さから興味本位で始めたミツバチの養蜂。しかしその魅力にはまって気がつくと自宅の庭はミツバチのための環境に変化していきました。このようにここってもう納屋ですごいボロボロの納屋が建ってたんですけど、はい、まずそれを崩して、はい、シソとかこれがひまわりとかちょっと埋もれてしまってるんですけどナス植えたりとかですね、はい、ミツバチたちの好きな花を意識して植えてるんです。あ、そうなんですね、はい、ミツバチの好みに合わせて植えた植物はおよそ30種類。さらにここは蜂の水飲み場ですね。蜂の水飲み場、はい、もともとあの洗濯の排水だって土間だったんですけど、はい、水をずっと流し続けてるんですよね、蜂のために。蜂が水を飲むときに、はい、あのお尻をプリプリしてですけど、あ、分かります分かります、うん、まあ写メを撮ったりとか可愛いなと思ってしばし眺めたりしてますね、はい、あ、それちょっとシュール細かい工夫で大事に育てられたミツバチから現在は年に2回博多ハニーというブランドの蜂蜜を販売しているんですよ。さらにはチョコレートショップとコラボした蜂蜜チョコレートも製作。博多の街中からプロも認める蜂蜜が作られていました。はい、こちらが博多ハニーになります。あら、すごい色濃ゆいですね。濃いですね。うわ、もうとトロトロ、めちゃくちゃ美味しそう。うん、色も濃ゆいかと思った。味もめちゃくちゃ濃ゆいですね、はい、美味しい。あとやっぱ話めっちゃ聞いた後だからありがとうって思いますここにいるのも全部生産者さんたちなんですよ。もう大量の作った方に囲まれてありがとうの気持ちいっぱいです。